スティーブ・ウォズニアック、ステファン・ゲイリー・ウォズニアック、スティーブン・ゲアリー・ウォズニアック、1950年8月11日隊は、アメリカ合衆国のコンピュータエンジニアである。スティーブ・ジョブズ、ロン・ウェインらと共に、商用パーソナルコンピュータで世界初の成功を収めた、アップルの共同設立者の一人。アップル I 及びアップルーを、ほぼ独力で開発。 多くのコンピューター関係者に人柄を慕われ、ウォーズと、また、技術者からは、アップル2の設計などから伺えるその技術力から、ウォーズの魔法使いと呼ばれる。アメリカ国家技術賞とグレース・ホッパー賞を受賞している。ロッキードのエンジニアだった父、ジェリー・オズニアックのもとに、カリフォルニア州サンノゼにて生まれる。父は、ウクライナのブコビナに由来を持つポーランド系。 母がドイツ系スイス人の家系。生まれた当初はステファン・ゲーリー・ステファン・ゲーリーと名付けられたが、母親により間もなくスティーブに変えられ、6歳の時アマチュア無線の免許を取得し、自作キットのアマチュア無線機を組み上げた。13歳の時にトランジスタの組み合わせによる原始的なコンピュータ、ニッチ加減3機で科学コンクーに優勝する。1971年。 ヒューレット・パッカードの下記インターンシップで働いていた時にスティーブ・ジョブズと知り合う。容姿も性格も正反対の二人であったがすぐに意気投合した。ある日、ウォズの母親がくれた雑誌エスクアイアの1971年10月号にブルーボックスというフリーキング、フリーキング電話システムを騙して不正に無料で電話をかける行為装置が掲載れていた。 ウォズとジョブズは二人でスタンフォード大学の図書館に潜り込み、AT&T の技術資料を見つけ出して、自分たちオリジナルのブルーボックスを作り上げた。ウォズはこの装置をバークレイブルーと名前を付けた。二人は長距離電話をかけまくり、ウォズはヘンリー・キッシンジャーを名乗ってバチカンに電話をかけ教皇を呼び出したところ、教皇は就寝中なので今から起こすと言われ慌てて、切ったとも言う。 ウォズは、この装置を作ったことで満足であったが、ジョブズは、当時、ウォズの通っていたカリフォルニア大学バークレー校の寮で、一台100ドルから150ドルで、売りさばいた。装置自体は40ドル程度で、大いに儲かったようだ。そのうちピストルの銃口を突きつけられながら、商談する羽目になって手を引いた。ウォズも学業が成り立たなくなり、1973年に、 彼は大学を休学、その後、ヒューレット・パッカードに入社し、電卓設計の仕事を与えられた。また、同社社員時代、ジョブズの依頼で、当たりのブレイクアウトに必要な汎用ロジック IC の数を半減させるという仕事を行ったが、この時ジョブズは山分けと称して、報酬額をかなり過小につて、いわゆるピンハネ、そのほとんどをジョブズが手にした、後日。 1974年にジョブズがカリフォルニアに戻ってくると、二人は地元のコンピュータマニアの集まりであったホームブリューコンピュータクラブ、自家醸造コンピュータクラブに参加するようになった。1974年にインテルが8080 80をリリースすると、アルティア8800というコンピュータキットが発売され、人気を博した。ウォズは8080 80より、 6800の流れを組む MOS テクノロジーの6502の方が安く、しかも簡易な回路のコンピュータができると確信し、1975年10月から半年間かけて設計。1976年の3月に最初のプロト機が出来上がった。ホームブリューコンピュータクラブでデモを行い賞賛を受けた二人は自信を持つ。 最初ヒューレット・パッカードの上司にこの機会を見せて商品化を働きかけたが断られた。次にジョブズの働いていたあたりに商品化を持ちかけるがここでも断られ自分たちで売り出すことを決意する。ジョブズはマウンテンビューにあったコンピュータショップのバイトショップのオーナーであったポール・テレルに基盤を見せた。テレルは非常に強い興味を持ち三十日以内に五十台を 納品できたら、現金で代金を支払うと提案した。ジョブズはワーゲンを1500ドルで売り、ウォズはヒューレットパッカードのプログラミング電卓を250ドルで売り払い、100台分の部品を集めた。さらに、当たりで営業をしていたロンウェインも、株式10%分の権利を持つことを条件として参加した。彼らは基盤とマニュアルの制作に当たった。彼らは会社の名前を、 アップルとした。当時ジョブズがリンゴダイエット、当時の流行らしいを知っていたのが由来とする説が最も有力である。スペルは変えられているが、マッキントッシュもリンゴの品種である。この頃のアップルコンピュータのロゴはリンゴの木と女性、そしてリボンでアップルコンピュータと書かれていた。ジョブズがアップルを提案した時、ウォズは即座に ビートルズのアップル社と同盟では訴訟沙汰にならないかとジョブズに問い返した。これは2013年の映画、スティーブ・ジョブズで描かれている。この不安は、アップル対アップル訴訟という形で現実のものとなってしまった。1976年6月に、バイトショップにアップル i50 台を納品、666.66 66ドルの価格がついたが、 あまり売れ行きが良くなかった。失望したロンウェインは権利を放棄して会社を去った。しかし、8月を過ぎると、売り上げは好転。ジョブズとオーズは、昼夜時間を惜しんで、アップルアイを作り、そして売った。アップルアイの最初の取引で、約8000ドルの利益を手にした。アップルアイを大量に作って売ろうと考えたジョブズは、当たり時代のボスであったブッシュネルに相談する。 ブッシュネルはベンチャーキャピタル会社を紹介するが、ジョブズの話に興味を持てず、マイク・マークラを紹介した。マークラはフェアチャイルドとインテルのストックオプションで財をなし、若くしてイントン生活を送っていたが、ジョブズの話に興味を持ち1976年11月にアップルに加わった。マークラは個人資産の九万二千ドルを投資し、さらにバンクオブアメリカから 信用貸付枠を勝ち取った。1977年1月3日、3人はアップルコンピュータを法人化した。1977年5月には、ナショナルセミコンダクターからマイケル・スコットを引き抜き、彼を社長の座につける。スコットはアップルをより組織的にするため、社員番号を入れた、社員証を発行した。社員番号1は、ウォズに与えられたが、 ジョブズはこれをスコットに抗議した。社員番号1を与えれば、ジョブズの奉満が増すと考えたスコットはこれを拒んだ。ジョブズは、結局、社員番号0。振込先の銀行が0番に対応していなかったので、実務上は2を手に入れることで妥協した。ちなみに、マークラが社員番号3。スコットは5番目の入社であったが、好きな数字である7を、社員番号としてもらった。 これと前後して w o s は Apple に注力するために旧レッドパッカードを退社。Apple i の再設計を開始した。処理能力の向上と外部ディスプレイへのカラー表示、機能拡張スロット、内蔵キーボード、データ記録用カセットレコーダーを持つ Apple II をロッドホールトが開発した電源以外をほとんど独力で開発。1977年6月に発表した。 価格は1298ドル。アップル2は爆発的に売れ、1984年には設置ベースで200万台を超え、莫大な利益をアップルにもたらした。1980年にアップルは IPO、株式公開を果たし、ウォズには1億ドルを超える創業者利益が転がり込んだ。創業時のビートル、電卓売却額を株式比率とすると、ジョブスは その6倍、ビートル。ブレイクアウト報酬、電卓。ブレイクアウト報酬とすると10.25倍であるが、実際には、ウォズニアック45%、ジョブス45%、ウェイン10%の株式保有、ウェインが10%の株式を800ドルで誰に売ったかは不明。1981年2月、サンタクルーズスカイパークで、ウォズ自身が操縦していた。 軽飛行機が墜落。一命は取り留めたが、事故当時を含め5週間記憶を失った。1982年にオーズは、ウッドストックフェスティバルの再来を夢見て、第1回 US フェスティバルのイベントを開催した。正規の入場料を払った参加者は少なく、さらに340人の逮捕者を出して終わった。しかし、オーズは1983年にも、 第2回 US フェスティバルを開催する。1985年2月6日、アップルがアップル2を正しく扱っていないことを理由に退社。再びカリフォルニア大学バークレー校にロッキー・ラクーン・クラークという名前で入学し、1986年6月に電子工学の学位を取得した。なお時伝、IWAS によると公式にはまだアップル社員であるらしい。商品を 社員割で購入しており、アップルストアで、社員番号は、一番だよという売り取りをしているとのこと。また、同時点によると退社理由は、リモコン製作会社設立のためと語っている。1985年2月、ロナルド・レーガン大統領から米国科学技術メダルを、ジョブズと共に授与される。以後、現在に至るまで、地域の子供や若者のための、 情報化教育活動などをしている。アップルがマッキントッシュに注力し、アップル2を礼遇していたことに不満を持っていた。ウォズだがマッキントッシュの長年のユーザーでもあり、近年のアップルにおける OS10 や iPhone への取り組みを賞賛ている。一歩ディベザーバー。ジョブズの死後、インタビューの中でジョブズなき後のアップルに対して数々の感情を持っており、 そのうちの一つが不安であるという。彼は、現在のソニーを例に挙げ、ソニーの製品は、シンプルで美しかったが、現在の彼らからは、それが失われているとコメントし、アップルに対して、ソニーの二の舞になるのではないかという不安があると、コメントした。2010年、テレビドラマ、ビッグバン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則シーズン4第2話に、本人役で、 ゲスト出演。2015年、株式会社東京コミックコンベンションの株主となり、開催に尽力。2017年、日本の人材サービス会社パーソールの CM に出演。陽気でよく喋るが内容が典型的な技術を託。金銭的な執着もあまりない。ユーモアのセンスは素晴らしい。少年時代は、引っ込み事案な性格だった。IQ は200。 大変ないたずら好きで、時には前日の電話のエピソードのように法律の枠を踏み越えてしまうこともあるが、悪意はなく人を笑わせるのが好きなのである。1977年にはミッつがリリースする新型機という触れ込みで、ザルテア8800という架空のコンピュータのパンフレットを作成して展示会で配布するいたずらも行っている。詳細は同記事参照。 ハードソフト両面ともに芸術的と称される設計センスでアップルの社風に根本的なインスピレーションを与えている。マッキントッシュの開発者もアップル2で鍛えられたものばかりで広告用の学歴にボズニアック大学と書いた同僚がいた。ボズニアックがアップルの設立に弱腰だったのをジョブズが一度くらい失敗したっていい。それよりも 俺は一度会社を作ったことがあるんだぜと言えることの方が大切だと言って、口痛というエピソードは有名である。前日の通り、ジョブズが当たりの技師になった頃、ブロック崩しゲームである、ブレイクアウトの設計を命じられた。ジョブズは自身の手に余る仕事であることを認識。すぐに、ボズニアックに助けを頼んで、二人は4日間の徹夜で、ブレイクアウトを完成させた。ジョブズは、 報酬の山分けをオズニアックに提案し、当たりから受け取ったとする700ドルのうち350、同ぎ切手にして、オズニアックに渡した。しかし、実際にはジョブズは当たりから5000ドルを受け取っていた。後に、オズの知るところになるが、彼はたとえ25セントしかもらえなくても引き受けただろう、と語った。また、年にアップルが株式公開をする際、 株を持っていたのは創業者と一部のマネージャーだけであった。しかし、ウォズは、ストックオプションの権利を持たない、従業員にウォズプランという形で、彼の所有分から一人0千株まで買えるようにした。ジョブズや、マークらは、この行為は間違っていると非難したが、ウォズは、おかげで家を買ったり、子供を大学に通わせたりできたと多くの感謝を受けた。やった甲斐があったと語っている。 U.S. フェスティバルを主催したウォズは推定2000万ドルを損失したが本人は大満足しているそうである。1990年代、Nintendo Power というアメリカで販売されていた Nintendo 専門誌で毎回ゲームボーイのテトリスのハイスコアと達成者の出身地や名前を掲載するコーナーが存在していた。ウォズニアックは長い間 G を独占し続けていたが あまりにも長期間1位を占有しすぎたために、雑誌側から掲載を断られるようになってしまった。そこでオズニアックは、自身の名前をイベッツ・ケインソと逆から綴って、再び投稿したところ見事に出し抜いて1位に返り咲いたのであった。オズニアックとテトリスのつながりは深く、ゴルバチョフとジョージ・ HW ブッシュにゲームボーイ本体とテトリスをプレゼントしたことすらあるという。 2013年の雑誌ゲーインフォーマーの YouTube 企画で撮影された動画内では、愛機のゲームボーイライトをプレイしながら自らそれらの経験を有弁に語っていた。2009年よりアメリカでトヨタ車での事故が多発し、トヨタ車に欠陥があるとした騒動に関し、2010年2月2日、2010年モデルのプリウスでクルーズコントロールを使用して高速道路巡航中に、 アクセルに触れていないのに、時速 156km に加速した経験を述べ、2010年モデルのプリウスは、リコール対象者ではないが、ボズニアックはソフトウェアに問題があると主張、また、苦情を言ったのにトヨタトンセから2ヶ月間何の返事もないと述べた。その後、クルーズコントロールを使って、速度を上げたら、ある速度で加速を始め、どこまでも上がるようだったのでブレーキをかけたと述べ、 またプリウスを9台持っているとして、トヨタのファンであると語っている。なお、2011年に、米国運輸省は、調査の結果、トヨタ社に欠陥がないことを最終報告した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。